もちろんね、負けるときは負けると。勝つときはたまたま勝ちやと。今日はたまたま負けやと。いやいや、たまたま勝つときはたまたま勝ちやと。で、スコアは、阪神1点、1点、1対6、楽天が勝ち。で、ヒット数は阪神5本、楽天は倍の10本。今日は阪神の先発は、西純也、20歳、佐々木朗希と同い年というところで、期待の若手ですよ、阪神からすれば。阪神の二刀流と呼ばれてる。二刀流ってそんなにちょっとホームラン打っただけやねん。今日もピッチングも、まあ、もちろん期待はしてたけども、バッティングでひょっとしてまた今日も打ってくれるかなと思って。そんなもう数えるほどしか打たへん癖して。いやでもね、もうちょっとこのバッターは期待したいね。今日はあかんかったけど。じゃあ今日はなんでこんなふうな試合になったんかというところを話ししないといけないね。まあ一言で言えば、ピッチャーはやっぱり2点3点に抑えてほしいわけ、1試合終わってな。抑えられなかったいうことやろ、6点取られたいうことは。ピッチャーが抑えられなくて、バッターはたった1点しか取れへんだということは、打てなかったということや。分かった？毎回言うてるやん、それ。投打の噛み合わせが悪かったわけや。それも言うてるやん、毎回。両方ともあかんかったら勝てるわけないやろ。なんかピッチャーが打たれたのに、バッター打てんかったら、勝てるわけないや、絶対に。勝てる方向とは全然逆方向やな。ベクトルが逆向いとんねん。敗因をまあ結局言っていこうとは思うんやけども、じゃあ西純也はどんだけ投げたかというと、5回まで投げ切りました。5回投げて87球、8安打、三振は3つ、フォアボールは1つ、ホームラン打たれた2本、結局4失点。5回までで4失点いうことはやで、うん、毎回のように点取られてるようなもんやから、ね、簡単に言えば5回までで、3回1点、4回1点、5回に2点と、うん、それから、阪神はその後って言ったら得意のリリーフに傾倒するわけやな。いろんな小刻みにいろんなピッチャー出していくやんか。だけどその中で今日全体的にあんまり良くはなかった。みんなでもね、一番良くなかったのは斉藤幸也。斉藤幸也がこの7回に投げたわけやけど、ここで2点取られるという。前もこの子さ、なんか点取られてたんやか。まあ、一番大きく点取られたのは開幕戦で8対1で勝ってて、で、8対3ぐらいから投げたんかな。それでガバッと点取られた。それ以降はね、割といいピッチングしてたんよ。だけど、まあ、他の動画でも上げてるけど、斉藤幸也投げさすときは負け試合に投げさすべきやってずっとこう言い続けてるのね。負け試合や、ま、負け試合やけども、負け試合に投げたらそこそこええピッチングしてない。でも今日は悪かった。今日ははっきり言って西純也と斉藤幸也が悪かったから点取られたわけや。西純也のことをもうちょっと言うと、まず1回と立ち上がりはコントロール悪かった。で、球もいまいち走ってなかった。だけど1回は0点に抑えられた。で、2回のマウンドに行ったら少しコントロールが良くなってきたんよ。で、球もスッと走るようになってきたんよ。調子出てきたかなと思って期待したら、3回に点を取られるんだよな。で、3回にも点取られるけども、あと4回に1点取られて、5回にもまだ点取られ、2点取られるというのは、何があかんかったかというと、結局、真ん中による球が多かった。真ん中付近の球が。だから、スピードは150キロぐらい出るから速いんやけども、でもやっぱプロやんか。甘い球来たらやっぱ打たれんねん。そこがプロとアマの違いよね。アマチュアは速い球である程度抑えられた。プロに行ったら早い球で抑えよう思ってもなかなか難しい。やっぱり打たれやすいところっていうのはやっぱり真ん中よりよ。そこへ行くと打たれる。そういうケースやな、今回は。だから甘い球がもう散見された。あ、甘いな、抑えてても甘いなと思う。それはバッターが打ち損じてくれたから。だからこの辺がまだ西純也の課題やね。前の動画でも多分言うてると思うね、それに似たことをね。
で、やっぱりそれが良くない形で出たら、こうやって点取られる。それから、斎藤幸はひどかった。デッドボール2つ与えたし、ボールがあっち行ったりこっち行ったりしてるし、それで、ストライク取りに行った時には真ん中に来るし。ほんで、ランナーがデッドボール2つ出してヒット打たれたりして満塁になってるやん。満塁のところで銀次っていう選手にな、真ん中のストレート155キロぐらいだよね。だけど、きっちり打たれた。真ん中やから打たれへん。もっと厳しいコース投げたら打たれへんねんけど。もうそんな余裕もないっていうか、今日の制球ではそんなにコース狙ってもいけへんし。だからここはまだこの2人をコントロール、そこを勉強せなあかんところやね。で、一番痛いのは、阪神が1点取るんやけども、これは大山のホームランで点を取った。ええやん。うん。2回にな。大山最近。うん。昨日もホームラン打ったけども、うん、今日もホームラン打って、うん。で、今日のホームランは、アウトコースの高めのチェンジアップかなんかやねんけど、綺麗に打ったわ。そんなにむちゃくちゃ力も入ってなくて、綺麗なホームランやった。いいホームランやったよ。で、あとはもう点取ってないわけよ。もう大山の時溜めて打てよ。ソロホームやからな、うん、で4対1対4やんか。そうすると途中まではね。で斎藤幸也が7回に2点取られんだけど、これはもう結局この試合決めてしまった。1対4やったらまだひょっとすればいいことはあるけど、こっから2点入って6点入ってしまったらもう、いやこの子が出てくると、いやまた点取られるんやわって、なんかふとそういう思う。いやまあまあそうでもないよ。この間も抑えてたから。そう、勝ちゲームにも投げて勝ってたから。まあ、それが差が激しいなものかな。うん、今日はちょっとひどすぎる。普通に投げろよって思う。このピッチャーは球は速いん。156キロぐらい出るから、まあまあ抑えられんねんけども、そうは言うてもプロやんか。ど真ん中投げて156キロ出ます言うても打たれるわけ。それではやっぱり低めに投げなあかんとか、ね。その球で攻めるんやったら、インサイド内角の胸元の速い球投げるとかさ。そしたら、ロッテの佐々木朗希っていう子は、すごいんやな。もともとストレートはもっと速いから、さらに。あ、そうか。うん。速い言うても、もっと速なければ。うん、なるほどな。うん、分かってても、空振りするような、例えば、もうちょっと前で言うと藤川ぐらいの球やったら、藤川の全盛期やったら分かってたって打たれへんねん。まあだから、うん、で、コントロール悪かったからデッドボールも2つ与えてしもたしな。自分が投げる回は1回しかないねんから、1回ぐらいピシャッと抑えないへんだら、そこの回に点取られるいうことは、差をつけられるから、リリーフ投手いうのは打たれたらあかん立場やねん。打たれてるやん。いやいや、ほんでもそう。打たれてるもん。いや、実際はそうやねん。割とみんな抑えてるやん。今日は3人で抑えました、4人で抑えました、この4人も今日はよく頑張った、良かった人であげましょう、言って何回もあげてるやん、俺。でもこの、今日は、抑えれるピッチャー他にも出してたよ。カジヤとか出したけど、今日みんなあんまり調子良くなかった。なんでやろな。うん、なんか、やっぱり連投してるっていうのもあるかもわからへんけど。で、こんなデッドボールでランナーを、打たれてランナーを満塁にしてやで。そこで打たれたらさ、やっぱりワンヒットに2点入るわけや。で、2点入れられて。これがダメ押しになってしまった。で、というところで、まあ6点が、ね、重くのしかかったやろ。あと、バッター陣はどうかというとこやんか。ヒット数は、わずか5安打や。5安打ではなんともならんで。5安打を1つの回に集中したらええけど、これがばらけんねんから。何にもならんで。で、今日の先発、楽天の先発は、唐島っていうピッチャーで、左ピッチャーやねん。まっすぐ135キロや。そんな速ないねん。まあまあ、なんていうの、ちょっと切れてるだけで、打てない球ではないねん。で、まっすぐ、スライダー、カーブ、シュート、チェンジアップやろ。まあ、で、一般的に投げる球やから。だけど、打てへんで。打たれへんだ。これはなんでか言ったら、左ピッチャーそもそも苦手やねん、阪神。阪神も巨人も左ピッチャー苦手やねん。で、ヤクルトに石川っていうピッチャーおんねんけどな。おっさん石川、41歳。いつもあいつに130キロぐらいのストレートに抑えられんねん。同じようにこれも抑えられた。苦手タイプ。左バッターが打ちにくいから。で、左バッターが選手が多いから。どこのチームも。阪神で言うたら佐藤輝左や、うん。近本も左。中野も左。糸井も左。
井戸原も左。左ばっかりやん。な、右のバッターを使った。だから今日は右のバッター使ってました。うん、右のバッターで今日は、原口と小野寺ダン。ダンダンダン。うん、な原口は、マルテがなんか出て、使ってたんやけど、一回の途中で変わったんや。で、急遽原口が出て。原口言うたら何年か前、すごい良かったんや、代々出てきたりして。で、右バッターやからな、左にはええから、いうことで出したんやけど、原口も小野寺ダンも、ノーヒットには。最近、誰も、あの、選手が、いいようになってきたから2軍でもじゃないなこれ使おうかって思ってんじゃん矢野監督やっぱりね右バッターのね、うん、いい選手を育てなあかんわでないと左が来た時に点取りにくいわ右バッターへの右を頑張るっていうのもこう穴場やなうんまあだからまあ右バッターでいい選手っていうのは貴重よまあ一塁近い言うたってさ1、2歩ぐらいやん それでセーフにあったりすんねんやんから内野安打の時だからイチローは内野安打とかセーフディバントとかヒットになんねんやそれが多いねんやそれでヒット数だいぶ稼いだもん本人足速いからな余計や足が速いからじゃんまあそれもあるそうやろだから阪神のこの近本中野っていう2人なんかはもうちょっとセーフディバントで稼いだらええと思うよ稼げると思うからまあそういった形やな、ヒット以外の四死球フォアボールやデッドボールというのは、フォアボールが2つあっただけやなであとノーアウトの出塁ねノーアウトの出塁というのは得点に結びつきやすいからっていつも言ってんねんけども9イニングあって1イニングだけたった1回しかなかったわけやだからなかなか得点をのチャンスを作るのも難しいで、唯一ね、4回にはね、2安打打ったんよ。その回にヒットは2本重なったん、4回にはな。2アウトで1塁3塁まで行ってん。ね。で、そこで小野寺段が外角高めのチェンジアップをバットの先で引っ掛けるように打って、ショートゴロでチェンジ。ゼロ。ここでヒット出てたら、あの時に、楽天が2点で阪神1点やったから、同点になったりして、また流れが変わったかも、俺。で、まあ、さっきからちょっとちょろちょろ出てる、近本と中野が、4打席ずつ、合計8打席あったわけやけども、2人でな。で、フォアボールが1つと、それからヒットが1つしかなかった。せめてこの2人が2安打ずつぐらい打って、で、盗塁したりだとか、エンドランとかかけて、やっとったらもうちょっと点になってたと思うねんな。それもなかった。阪神の1、2番はやっぱり打つと点になりやすいから、これが打てなかったというのも敗因の一つや。まあ、そんなことかな。全部で、今こう言うたことを言うと、バッターで7つでしょ、うん、で、ピッチャーで5個かな。で、あと、あ、そうや、これ言うてないな。リリーフ、楽天のリリーフは、うん、鈴木安楽。安楽うん、ソンチャーホウ。それから松井と。ね、6、7、8、9と投げたんやけども、このピッチャーから日本しか打てない。ソンチャーホーってベトナムの人？いや、台湾。あ、台湾。うん。ね、この最後の6回から9回までの 4イニングの中で日本しかヒット打てなかった。リリーフ陣にも抑えられた。阪神の得点は唯一大山のホームランしかなかった。しかもソロしかないという。それしかなかった。で、チャンスも作れなかったとか。まあ、いろいろざーっと並べて。だからもう今日は負けましたと。まあ何よりも阪神、まず、やっぱり点取られたらあかんわ。まず抑えていかなあかんわ。そんなん抑えておいて出さなかったらいいんやんか。でね、今日なんか最初に1対0で勝ってたんで、うん、2回に先制取った大山のホームランで先制したんやから。すぐ同点に次の回にやっぱりされたからな。これ浅村にヒット打たれてん、センター前ヒット。あれは技ありのヒットやったわ。でもその後また浅村にツーランホームラン打たれるねんけども、これはツーランホームランと、あと、辰巳やったかな。辰巳っていう選手に、左中間にホームラン打たれるんけど、これまた甘い球やねん、みんな。みんな甘い。真ん中やん。そしたらもうあれやな、浜風を利用したはったのが楽天なんや。浅村のホームランなんか、浅村言うたら長距離バッターやから、ホームラン打つ力十分持ってんねん。そんなところにインサイドで甘い球言うたら、ホームラン打ってくださいっちゅうためで。
それを投げたから。この辺来たんや。ポン、行ったから。佐藤も、佐藤輝も、あれもインサイド攻められてるけど、あれちょっと甘なったらあいつホームラン打っちゃうんねん。だから、投げる方も必死に投げてんねん。甘なったら打たれるから。だから投げるのはいいけども、やっぱりきっちり攻め切れないという。攻めが中途半端やったら打たれるよ。でまだやっぱりコントロールが悪いから、この徹底できへんねん、インコースに。な。インコースが甘なったらホームランボールになるから。だからやっぱり抑えなあかんな、まずは。で、抑えていくうちに、阪神が少ないチャンスで、点取っていったり、塁に出たら走ったりとかいうことで、やるからな。それしか点取られへんねん。そういうような今日は試合でした。そんな中でも、一人だけ2安打放った、やっぱり今日は大山やな。うん。大山しかおれへんわ。昨日から、あれやな。うん。連続やな。そうやな。大山雄介選手、4打数2安打、1打点。1本塁打。今日は大山選手が頑張ったでしょうです。